大英株式会社大英は東京都江東区に本社兵庫県神戸市中央区に陶器場の本店がある関東地方近畿地方でスーパーマーケットを展開している企業元は全国チェーンの一大企業であったがバブル崩壊後の1990年代より経営不振になりイオンによる株式公開買い付けを経て2015年 平成27年1月1日より、イオングループの一員、完全子会社となった。陶器町の本店は、神戸のポートアイランド、神戸市中央区港東中町4丁目1番1に、本社は、東京、東洋町の東洋町駅前ビル、東京都江東区東洋2丁目2番20号に、置かれている。かつては、大英グループ本社ビル、 大阪府水田市豊津町9番1号の旧、江坂東洋不動産ビルが存在したほか、東京事務所が、東京、浜松町の芝パークビル、東京都港区芝公園2丁目4 1置かれていた。大阪、江坂の事務所は、江坂オフィスセンター、E 区、東京、浜松町は、浜松町オフィスセンター、ホックという名称であった。あとに、江坂は、 ローソ村本社や一部の事業を除き本社機能を浜松町と神戸へ集約。また、浜松町も家賃抑制の関係で大栄なります店へ本社機能を一時移転した。イーク、ホックどもに入居しているビルや周辺には自社、系列の店舗を入居させていた。創業マン30周年を迎えた1987年に滋賀県大見八幡市の大栄大見八幡店へ 進出したことで、スーパー業界初のほぼ全国制覇、島根県を除くを実現したが、2016年3月時点では、北海道、東北地方、中部地方、中国地方、四国地方、九州地方、沖縄県を含むからは撤退している。かつては、創業地の仙林に近い大阪市宮古島区の京橋店、西宮市の甲子園店。 横浜市の東戸塚店、浦安市の新浦安店、目黒区のひもん屋店、福岡市のショッパーズ福岡店を期間店としていたが、ショッパーズ福岡店は2015年9月1日にイオン九州へ、その他の5店も2016年3月1日にイオンリテールへ承継された。1957年、昭和32年に兵庫県神戸市で創業。 20世紀の日本の流通、小売業界を発展させた代表的な企業としても知られ、ショッピングセンターやゼネラルマーチャンダイズストアを日本初めて導入した。創業者、中内の生まれ育った阪神地区を中心に証券を築き、1960年代後半から1970年代にかけて大きく発展し、全国展開を進めた。1980年代には、 全国各地の地場スーパーマーケットと提携し参加に収める形でグループを形成していった。小売業に関しては、創業以来一貫して価格破壊をスローガンとする拡張路線を進めてきた。価格破壊とともに、質への需要などニーズが多様化すると、大英の他に、トポース、ビッグ A、ディーマート、グルメシティ、コー、S、プランタンなど、業態ブランドを拡大化し、 多様化する消費者ニーズに応えながらも、流通革命より価格破壊を志向する、良い品をどんどん安く、お客様のためにの方針で事業が進められてきた。一時は、グループ企業が300社り、大阪国際女子マラソンなどで、グループ各社の一覧が流れる企業 CM も存在した。小売業以外にもホテル、大学、プロ野球、出版、 金融など事業分野の多角化に乗り出し、特に創業者の故郷である神戸市内と所属球団福岡大英ホークスの本拠地に定めた福岡市内、グループ市会社と共に事業を数多く手掛けた。だが、失われた20年が始まる1990年代、後半から業績悪化が表面化。しかし基本的に大英は不採算店舗を閉店させない方針をとっており、 1995年の阪神淡路大震災による創業以来初の朝決算の際に緊急措置として店舗の閉店を取ったことはあったが、それ以外では原則は店舗を閉店させることはなかった。しかし1997年2月にも再度の赤字決算となり収益改善が急務となる。その結果これまでの方針を転換し、 1998年より、同社初の店舗の大量閉鎖に踏み切る。また収益向上のために100店舗では、改装費用では最高額となる400億円を投じて改装を行った。その後も様々な改革を行うも赤字決算となる。大規模な出店構成をした後の負債3店の閉鎖を行ったこともあり、テナントとして入っていたビルが空き店舗になったままで、同じく、 テナントとして入っている。別の店舗の売り上げが急に落ちたり、商店街の集客力がなくなったりと、いわば閉鎖の余波とも捉えられる問題が少なからず、起きる。経済産業省出身の天貝次郎会長から、引き続いて、高木国夫社長時代の2004年から、産業再生法の適用及び産業、再生機構からの支援を経て、丸紅及び、イオンとの連携のもと、 主力事業の上渡やコア事業である小売部門の縮小などの再建が行われる。この再建策により経営破綻イコール倒産は回避された。2013年にはイオンが当社株の公開買い付けを行い、大英を完全公会社化することを発表。事実上の筆頭株主であった丸紅には、この買い付けに対し約24%の大英株を応募することで、 イオンと合意。大英も子会社化に同意し、イオンと丸紅の間で、資本提携契約を解消、2015年に完全子会社化が成立した。経営不振後は、バブルの負の遺産の象徴として語られることもあるが、高度経済成長化の時代においては、新しい業態を開発し、流通業界を牽引する役割を果たしていた。また、 1975年6月に出版された、白山三郎の小説、価格破壊、角川文庫のモデルとされている。親会社となったイオンは、重複する事業の再編を継続して進める。こうした中、2014年5月28日に行われた、同社株主総会の席上で、イオン社長の岡田元也は、大英の事業を関東と関西のグルメシティに特化し、 それ以外の地域については、イオングループとの統合再編を進めるとの方針を示した。すでに、伊豆地区の大英系店舗の一部が、イオン系のマックスバリュー東海、旧ヤオハンへ、事業場とされ、マックスバリューへ転換。一部店舗は、マックスバリューを経て、ディスカウントストアザビッグへ再転換されている。大英は、イオングループ入りに際し、北海道、東海、九州の店舗を、 イオンの地域市会社へ遺憾の上で、店舗網を抜本的に見直している。しかし、イオンの連結市会社となって、以後の代へも、経営環境の改善が一向に進まず、2014年2月期決算でも、税引き後の赤字決算であることから、さらなる抜本的な経営改革をする必要があるとして、イオンは現在株式の44%を保有する。 大英を2015年に1月1日付をもって、株式交換方式、大英の1株に対し、イオン株0.115株を交換に充てるにより、完全子会社化することを発表。またこれに伴い、東京証券取引所、第1部に上場していた、大英の株式を2014年12月26日付を、もって、上場廃止にするほか、岡田は、 大英の法人格はそのまま残すが、2018年、平成30年をめどに、大英の野豪、店舗ブランドをなくすとする方針を示し、その準備段階として、北海道、東海、九州の大英の店舗をイオンなどの同グループ内の保ブランドに転換し、大英のブランドは、発祥地である近畿地方と首都圏、関東南部に事業を集約し、 かつ食品スーパー事業に特化。また、京阪神の大英グループの他ブランド名のスーパー、などや4系の食品スーパー担当市会者も、順次大英に統合。2014年時点ではこれらの地域でも2018年度までに、イオンフードスタイル、歌唱などの4グループの別のブランドへの転換を、進めるとしていた。その後、2017年に、方針転換を発表、関西。 関東地区での大英の知名度を勘案し2019年度までにグルメ式ブランドを廃止して大英に集約マックスバリュー東4 KSM との店舗ブランドの再構築を図る予定となった。そして2018年平成30年10月10日にイオンが各地域でのスーパーマーケット事業の経営統合にする基本合意書が締結されたことが発表されその中で 大英は2019年、平成31年3月1日付で、山陽丸中から大阪府、兵庫県、奈良県内の14店舗の運営を承継した後、2020年3月1日付で、三つを九州合併する方法によって、近畿エリアのスーパーマーケット事業における経営統合を進める予定であることが示された。その後、2019年、 平成31年3月1日付で、山陽丸中から大阪府、兵庫県、奈良県内の丸中14店舗の運営を継承し、丸中ブランドも展開するようになった。2016年からは、イオンフードスタイルとして展開する食品スーパーに、イーンフードスタイルまたは、イーンフードスタイルバイダイエーのロゴを掲出している。 詳細はイオン新店舗分類を参照。名前の由来は、創業者、中内の祖父、中内久氏の名前の、英に、大をつけた、大英であり、大阪より栄える、大いに栄えるという意味も込められている。創業当初の千葉や市駅前店には、ひし形の上に、主婦の店の、主を、大英円形に囲ったマークの看板があった。なお、 現在のグルメシティ近畿の前身で、大英産家に置かれている食品スーパー栄も祖父の中内久し、並びに当時の薬丼屋であった栄薬局店から由来するものである。かつて以下のような大英グループの誓いが存在し、朝礼に際して昭和されていた。ファーストフードのドムドムハンバーガーはこの二番目のドンドンが語源である。大英は 多くのプライベートブランドを有するが一部のみを挙げる。どちらも2015年9月1日の大英の店舗網再編時に4ストア九州に移管された。2017年7月1日現在矢印右側は事業譲り受け先。この統計は日経流通新聞及び日本経済新聞が調査して順位付けし、大英内での各年の売上1位点を記述したものである。 なお、後に合併するユニードについても記述する。現在の POS システムは2006年4月から2007年3月までに導入された、引き続きグルメシティ地域主会社に同じシステムの導入が進められている。Linux をベースに独自のシステムを東芝テックが開発。POS レジ端末は従来同様に東芝テック製の 最新機種2機種が採用された食品レジは M-7000、他の売り場は ST-700、なお旧レジ端末はどの売り場も M-6220 でユニックスベースのシステムであった。売上管理の前提リアルタイムオンライン化、ジャーナルの電子化、端末操作の改善並びに処理の高速化、未キー値引き商品の管理改善。 無線携帯端末を導入し、個別のポスコードを付与した値引きラベルを売り場にて発行する手法度が実現している。なお、見切る値引き商品の管理改善については、同時期にイオングループのイオンマックスバリューでも、ほぼ同等のシステムが導入されている。新ポスシステムの導入に伴い、どんどん溜まるなど店舗ごとにあった、会員ポイントサービスから、 全国の大英グループのスーパーマーケット各店で共通化されたハートポイントカードにリニューアルした。デザインはロゴマークを散りばめ、全体的に優しい色使いになっている。合わせて買い物袋自参時のハートポイント付与、を廃止したが、2014年1月18日からは有料を廃止し、買い物袋自参者へのハートポイント付与を復活した。 有料の市町村は除く。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。